どこに行こうかな。よし、悪いからこういう細いのとか小さいのとか探すの苦手なんだよな。糸の類は調合でも便利な材料だぞ。よーし、技術でも使うくらいなのでな。調合材料にするの気が引けるけど、これも錬金術のため。おーっと、どこに行くんだ。よっ、手短に済ませるぞ。行くよ。くらえ、くらえ。そこだ、行くよ。くらえ、行くよ。行くぞ。そこだ、ライザ、チャンスだ。やってみろ。くらえ、行くよ。行くぞ。一気に畳みかけ、ライザ、チャンスだ。やってみろ。それそれ、行くぞ。そこだ、行くぞ。ここで決めるぞ。あとは任せろ。行くぞ。次に行こう。どこに行く？よし、行くぞ。おう、どこに行く？何が出るかな。行くぞ。
何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。さあ、何を入れよう。おお、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。おお、いい感じかも。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうだよ。さあ、何を入れよう。何をしようか、悩んじゃうな。おお、いい感じかも。さあ、何を入れよう。おお、いい、どれがいいかな。これでいいか、うまくいくかな。悪くないんじゃないかな。なんか上達してきた気がする。どこに入れようかな。どこに、さあ、何を入れよう。おお、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。おお、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。おお、いい感じかも。さあ、何を入れよう。おお、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。おお、いい感じかも。さあ、何を入れよう。新しいものができちゃいそう。どれにしようかな。これでいいかな。さあ、どうだ。悪くないんじゃないかな。どこに行くんだ。よし。どこに行くんだ。
よっ、うん、全力を出すまでもないな。くらえ、くらえ、いくぞ。アンベルさん、行くぞ。いつでも行けます。行くぞ、アンベル、行くぞ。行くよ。まあ、こんなものだろう。よ、全力を出すまでもないな。行くよ。くらえ、行くぞ。そこだ、そこだ、アンベルさん、行くぞ。いつでも行けます。行くよ、アンベル。くらえ、行くよ。まあ、こんなものだろう。どこに行こうかな。よし、どこに行こうかな。どこに行くのかね。よし、行くぞ。これなら余裕だね。行くよ。さあ、どんどん進もう。手短に済ませるぞ。くらえ。行くよ。行くぞ。そこで行くよ。チャンスだ。次に行こう。ど
こに行こうかな。よし。これなら余裕だね。えい、行くぞ。くらえ。そこだ。行くよ。くらえ。そこだ。行くよ。ライザ、チャンスだ。やってみろ。行く。えい。次に行こう。手短に済ませるぞ。行くよ。行くぞ。くらえ。そこだ。くらえ。行くぞ。そこだ。行くよ。そこだ。次に行こう。どこに行くんだ。どこに行くんだ。どれを使おうかな。見つけた調合法試してみようかな。どんなのができるかな。よし、完成。行くの。よし、行くぞ。手短に済ませるぞ。行くよ。行くぞ。行くぞ。くらえ。行くぞ。そこだ。行くよ。ライザ、チャンスだ。ライザ、くらえ。行くよ。行くよ。さあ、どんどん進もう。どこに行くの。どこに行くんだい。
よし、行くぞ。こいつは思った以上に大きいな。ここなら確かに何かありそうだな。人工島の中に入る目印ってことなら、こんな大きなものを建てるのも納得できるね。文字が書かれているようだが、かなりかすれているな。読めるか、アンペル。読めはするが、なんということはない。土地の安寧と豊穣を祈るお定まりの名文だな。まあ、ここが秘密の入り口ですと書くほど、クリント王国の連中もバカじゃないだろう。というわけで、ここで鍵の登場となるわけよ。レント、そこら辺に鍵穴とかあるでしょ？ないぞ。は？そんなでかくてよくわからんものを入れられるような穴なんかどこにもない。あれ？そんなはずは。どこかに鍵穴が隠されてたりするのかな？それこそ錬金術か何かで。あるいは単純に年月で埋もれたか。皆で探してみよう。お前たち3人は記念碑自体と土台を見てくれ。私とリラは周囲を一回りしてみる。わかった。じゃあ後で。どうだった？と聞くまでもなさそうな顔だな。うん、鍵穴とかそれらしい細工はないみたい。おかしいな。絶対ここだと思ったんだけど。ここに同じくらいの大きさのくぼみはあるんだけど、はめてみても何も起こらないし。アンペルさんたちの方も何も見つからなかったんですか？ああ、枯れた噴水にも足を伸ばしたが、それらしいところはなかった。高台に全てを埋もれさせるほどの土量はない。何かあるなら地表に露出しているはずなんだが。いきなり行き詰まっちまったな。そもそも島に入るって考え方は合ってるのか？改めてそう言われると、人工島って聞いた瞬間ここだってひらめいたんだけどな。実際に住んでるお前の勘を信じたいところだが、記念碑以外に心当たりはないのか？あとはもうどこも横並びかな。じゃあ全員自分がそれっぽいと思ったところを手分けして探すことにしようぜ。
現状を他に打つ手もないな。やってみるか。それじゃ、後で隠れ家に集合だね。よし、鍵穴捜索作戦開始。やっぱりこれが一番怪しいんだよな。私の勘がそう言ってるんだけど、くぼみにはハマるけどやっぱり何も起きないな。気のせいなのかな。どこに行くのかね。よし、レッペの高台にあるのと同じようなのがここにも。調べてみよう。なんかくぼみはあるけど、トレッペの高台のとは形が全然違う。はまらないや。どこに行くの？これもトレッペの高台にあるのと同じようなのだな。怪しいな。なんかくぼみはあるけど、トレッペの高台のとは形が違うな。はまらないや。みんなどうだった？ラーゼン地区の方を探してみたんだが、そもそもあっち側は目立つ遺跡がないんだよな。つまりなかったんだね。あっさり言うなよ。タオの家にも寄ったら、あいつまだ本の山の中でうんうんうなってたぜ。そっか。クラウディアの方はどうだった？旧市街から南の水没した地区まで古そうなところを回ったけど、目印になるような場所はないみたい。旧市街はほとんど島の人間が何百年もかけて壊したり建てましたりしちゃってるからな。私は島に残る森や人間の踏み込まない海岸線を見てきたが、隠れた遺跡らしきものは発見できなかった。私も港からボーデン地区までをもう一度細かく調べ直してみた結果、
収穫はなしだ。これやっぱりここで使うものじゃないのかな。こんだけ駆け回らされた後で今さら間違ってたってのは勘弁してほしいぜ。ああ、みんな集まってるね。見つけたよ、あの鍵の使い方。え、本当？またずいぶんあっさり分かっちまったな。で、どこなんだ？さっきレントが来た時に言ってただろ、あのトレッペの高台の記念碑だよ。え、でも鍵穴は見つからなくって。使い方が違うんだよ。つまり記念碑のくぼみに入れることで機能するんだ。もうやったわよそれ。え、真ん中にあるそれがぴったり入るくぼみでしょ。当然はめ込んでみたよ。上下左右もひっくり返して。あれ、そうなんだ、おかしいな。確かにここに載ってるんだけど。確かにライザがやったのと同じ方法だな。長い年月を経て鍵もくぼみも壊れてしまったのかもしれん。そんな、せっかく見つけたのに。直そう、そのための錬金術だよ。クリント王国の錬金術でもおそらくは最高レベルの道具だぞ。修復できるのか。修復じゃなくて、最初に見つけた時に感じた力を石碑に伝えられるよう改良するってのはどうかな。なるほど、良い発想だ。わかった、お前の考えた通りにやってみろ。どこに行くんだい？よ
し、行くぞ。どうしようかな。どこに入れ、さあ何を入れよう。何を入れるのがいいかな。ちゃんと考えないとね。とりあえず何か入れちゃおうか。入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。どれにしようかな。これでいい。さあどうだ、悪くないんじゃないかな。おう、どこに行く。よーし、行くぞ。どこに行くの。よーし、行くぞ。どこに行くの。よし、行くぞ。どこに行くの。よし、何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。どこにしよう。さあ、何を入れよう。うわ、いい感じかも。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。どうしよっかな。いいもの、できそうな予感。
何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。変わりそう。どれがいいかな。これでいいかな。さあどうだ。やった、できた。少しは成長できたみたい。どこに行こうかな。よし、またどこに行こうかな。よおう、どこに行く？よし、本気を出そうか。行くよ。くらえ、くらえ。行くぞ、行くぞ。そこだよ。ライト、チャンスだ。やってみろ。行くぞ。そこだ、そこだ。行くよ。行くよ。そこだ、くらえ。アンペルさん、いつでも行けます。アンペル、行くよ。いつも私がやろうじゃないか。
くらえ。行くぞ。行くよ。くらえ。行くよ。そこだ。行くよ。行くよ。くらえ。行くぞ。そこだ。行くよ。行くよ。そこだ。行くぞ。行く。くらえ。そこだ。行くよ。くらえ。チャンスだ。ナイス。決めよう。やってみろ。連射。くらえ。そこだ。行くぞ。そこだ。行くぞ。一気に畳みかける。終わりだ。行くよ。行くぞ。くらえ。次に行こう。どこに行くんだい？よし、行くぞ！記念碑に使えば、早速トレッペの高台に向かおう。どこに行くのかね。よし。Thank you.
こに行くんだい？よあ、こんなところだったんだ。くぼみはここだよ。タオに言われなきゃ今でもそれっぽい鍵穴を探し続けてたかも。ありがとう。ああ、本当によく気づいてくれた、タオ。あ、いや、実は少し前から書庫の半分以上が整備に関する本だってことに気がついてさ。内容が建築理論と実践だったから、まず専門用語を習得してからと思って、そっちは後回しにしてたんだ。で、人工島とか入り口って話にピンときて、整備の本を調べてみたらこの図があったってわけ。タオの家はこの島の手入れを役割とする家系だったのかもしれんな。タオ君のご先祖様は錬金術師だったのかな。それはないと思うよ。錬金術関連の本は全然ないし。あ、まあ僕の家のことなんかより、ライザ。うん、うまくいってよ。これが人工島空間への入り口だ。この下に行けば俺たちの島の本当の姿が拝めるってわけだ。行こう、みんな。すごい、すごいよ。これが全部人工物だなんて。いや、僕らの島が全部そうなんだ。遺跡どころじゃない。信じられません。こんな大きなものを本当に人の手で作れるんですか。ああ、信じがたいことに作れたんだよ。クリント王国時代の錬金術ならな。結果的に避難所として役立ったというから、本来は別の目的のために建造されたのだろう。何のためにってのはあえて聞かねえけど、どうせろくなことじゃないだろうな。うん、私たちがなんてことなく暮らしてた空間島の、これが本当の姿なんだね。奥があるよ、行ってみよう。やあ、水はなくなってからその大切さに気づく。
何が出るかな。俺は剣があればいいけど、ヤバくなったら爆弾もあるとありがたいよな。やあ、やあ、